点目は JT 許しませんでした。これで強いフォーメーションになるまで JT はあと、まあ、一つのローテーションということになりました。ただ江藤が上がってきましたからね、期待してみたいですね。ブロックは出るか、低い、大差だけになります。内田はライトから吉原、つないだ、返しました、つなぎました、はい、B クイック上げた、レフト谷口、パイオニアも拾います。佐々木が上げて吉原、あーうまい、この辺なんですよね、決して思いっきり打つんではなくてうまさを見せました吉原。さあ第3セット先に20点目を取ったのはパイオニア。 JT もチャンスがなかったわけじゃないんですから、最後もう割り切りだと思うんですね、はい、もう思い切っていくとかですね、何かちょっと押してほしかったですね。ピンクサーバーは半沢です。このセット立ち上がりは何か開きなったように思い切り良さが出ましたけどもね。そうなんですね、あブロック、今日はよくブロックが出ているパイオニア。とにかく高さがありますパイオニア。レギュラーの中で内田と斉藤以外が180センチ台、斉藤も177あります。それでまた JT は2点差、さあそして JT は竹下がサーブに下がります。ここはチャンスですよね。でホーライをコートに戻して江藤ホーライという高い2人が揃うということになりました。十分連続ポイント期待できるフォーメーションですからね、はい、このセット立ち上がりはこのフォーメーション、竹下のサーブで崩しました。また崩した、ありましたね、1点差。いや柳本さんおっしゃったツボが来ましたよね。そうですね、はい、おそらくスコットだと思うんですけどね、はい、うん、スコットできた、一歩見ていました。今のもスコットは片足のジャンプでした。まああの結果なんですけど、はい、できればホーライをこっちに持ってくるとかですね、ライト側で勝負さすとかですね、はい、なんか欲しかったですね。スコットに対する読みですね。そうですね、もう点数が迫ってますから、ね、はい、ベテラン吉原が下がりました。はい、まだ期待できますよ、ね、はい、谷口のサーブで崩してという、はい、1点差ですからね、はい、ここは谷口先生思い切っていってほしいですね、うん、アウトだ。あ、昨日まではあのサービスポイントでチームが乗ってきたという JT だったんですが、今日は乗り切れません。さあパイオニアはあと2ポイント、うまく返しました。竹下はレフトに持っていった。菅山今度はホーライライトにいます。バックアタック、逆にレフト斉藤、よく頑張った。今は結構早いとスレフトを持ってきましたね。もう体勢十分できてましたね、はい、それをよく判断しましたね、江藤が下がりました。ちょっとブロックが低い現状の JT です。ホーライが返すだけ、スコット内田、またスコット、ブロックはダメ。これでパイオニアマッチポイント。ここに来てまたスコットスコットで来てますね、パイオニアが、ね、もう1点も譲れないところですからね、はい、9番半沢舞子に代わりまして、前衛に帰ってきて田嶋をコートに戻しています。マッチポイントを握っていますパイオニア。もう後がありません、苦しい JT。 サーバーはスコット、切りました。この辺りはさすがにエースです。
あとワンポイント取れば JT もデュースに持ち込むことができるこの第3セット。竹下が前衛に来てちょっと苦しい前衛です。 JT セットカウント3対0。危なげだったパイオニアがこの黒鷲旗初優勝を飾りました。第3セットは JT も粘りましたがパイオニアの前にあと一歩及びませんでした。